千葉県いすみ郡の一泉郡は、千葉県の郡。維人三宅の分割によって成立した。古くは、古事記に、維持棒、日本初期に、維人として登場する地名であり、群名としては、エビスなど様々な当て字が用いられてきたが、江戸時代初期に、泉の字が当てられ、定着したとされている。現在は、以下の2丁よりなる。人口15,455人。 面積154.73桂平方メートル、人口密度9 9 9人、桂平方メートル。元維人国造の領域であったが、日本初期巻18安寒天皇元年4月1日上によると、国造の枠後が食材のため、春日皇后に維人宮家を建上したという。また、文末には今はかちて軍都市とあるので、維人宮家は広大な宮家であり、 その領域は東軍のみならず北側のハブ軍や、長良軍にも及んでいたと推測され、その分割によって、東軍、ハブ軍、長良軍が成立したと見られている。あとの、日本三大実録上岸9年4月20日上に、東軍の一カ壁地下黒主売りの名が見えるので、カスガ皇后に関わるカス壁という名城が設置されており、カスガ皇后のために人宮家が設けられたのは、 史実と考えられている。和名類受賞に記される軍内の里。本軍は、1889年の明治の大合併直前には165町村を数えたが、大合併により23町村に再編された。軍役所は大滝町に置かれた。戦後、昭和の大合併と勝浦市の市政施行を経て、1961年8月1日に、 海東町と長者町が合併して、三崎町が発足したことにより、長らく五町による体制となった。その後、平成の大合併では、右与曲折を経て2005年12月5日に、泉町、大原町、三崎町が合併し、泉市が発足したことにより、現在の二町の体制となった。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、 上記二丁のほお大胸かきの区域にあたる。ただし、現在の勝浦市南部は、律令制の頃には、安房国長教軍に属していた。1、上野村に、清海村3、勝浦村4、豊浜村5、相馬村6、相本村7、西畑村8、大滝町9、城幕村10、随沢村11、 千町村12、古沢村13、及川村14、中川村15、東村16、伏世村17、五宿村18、何は村19、国吉村20、中坂直寺村21、東海村22、朝日町23、中根村自治体の変遷、平成の大合併では、勝浦市を含む泉郡市一市五町による大合併を模索し、この枠組みによる新市、 外防止が誕生する予定であった。しかし、合併日もすでに決まっていた中、勝浦市は市役所の位置や新市名などに反発。市議会は合併協議会離脱の決議を可決させるなどし、その結果、勝浦市が合併協議から離脱して破綻した。その後、勝浦市を除く軍護町により再び合併協議が行われた。しかし、大滝町が 町議会で合併離脱の決議が可決されたことなどにより、結局、大滝町が離脱、再び不成功に終わった。さらにその後、勝浦市は、御宿町と大滝町に合併を打診するも、両町とも一四五町による合併を希望していたため、破談に終わった。一方で、大原町は、泉町と三崎町に合併を打診し、任意合併協議会が設置された。 この時大原町は大滝町と恩塾町にも合併の呼びかけをしたが、両町とも合併日までの時間が短いとして参加を見送った。かくして大原町、泉町、三崎町の3町のみで新設合併、市政施行を行うこととなり、2005年12月5日に泉市が誕生、軍より離脱した。ありがとうございます。